皆さんこんにちは10月24日土曜日25日日曜日の午前9時半から午後4時に小屋池公園の多目的広場で花緑実の祭典伊丹市農業祭を開催します好店の場合は中止となります地元新鮮野菜の販売や園芸市農業などのクイズ 食育コーナーなどがあります。深まる実りの秋をぜひ農業祭でお楽しみください。お問い合わせ先は伊丹市農業政策課。零七二七八四の八零五零までお問い合わせください。ご覧の日時によっては、イベントが終了している場合がございますので、ご了承ください。それでは伊丹だより、スタートです。 いよいよ皆さんに順次マイナンバーが届きます。今回は通知カードはどのようなものなのか、そして任意で作ることができる個人番号カードについて詳しく伺います。伊丹市市民課柏原さんと柴田さんにお越しいただきました。お願いします。よろしくお願いします。さあ、マイナンバーの通知カードは全員に送られるものなんですよね。はい。はい 平成27年10月5日現在に日本国内に住民登録のある方に対して世帯ごとに転送不可の会員か書留でお送りさせていただきます。あなるほど世帯ごとにねはい、はいえー、具体的にそれはどのようなものが届くんでしょうか。はい、はい、あこちらにフリップがございますがはい封筒の中に4種類のものが封入されております。はい まずこちらですねアテナの台紙がまず入っておりまして、うんはい、次に通知カードとそれに加えて後でご説明させていただきます個人番号カードの交付の申請書と兼電子証明の発行申請書が入っております、うん、こちらは世帯人数分が全て最大で8人分まで入っております、うん、はいで。次に説明用のパンフレットが入っています で四、えー、最後にですね、うんえー、個人番号カード申請の返信用封筒が封入されております。なるほどこのようなものが届くんですね。うん、はいはいこの通知カードっていうのはねあれなんですかあのもういわゆるあのキャッシュカードみたいなあ,ああいうものになってくるんですかねあいえあのこのカードに関しましては、うん、紙のカードでお送りさせていただくことになっております。<あ>はい、割とか紙紙です。<laughs> はい、なるほどね皆さん、んキャッシュカードで届くのかなと思いますけれどもね、<え>はいそのあたりをこちらでね、はい、通知カードをちょっと拡大してみましたけれども、こちら側が表面になりましなるほどこの真ん中から半分、こちら反対側が裏面の表示になっております。うん、ああなんですねはい、はいで こちらですね、うん、上の方と下の方ちょっと分かれておりましてうん、うん、一番上のこの部分が、はいえー、通知カードになっております、はいでえー、こちら下切り取り線で切り離せるようになっておりましてはい、はい、下の方に個人番号カードの交付申請書、うん、兼電子証明書の発行申請用紙が 添付されております。で、その下の方には、視覚障害者様のための音声コードで、こちら申請できるものも、あの、ついております。はあ、はい。わかりやすい。なるほどね。はい、え、この、まあ、通知カードなんですけれども、はい、こちらはいつ頃届くんでしょうかね。はい。伊丹、はい、市内では、え、十一月の初旬から、順次、各世帯にお送りさせていただく予定になっております。そうですか。なんか、結構、各メディアでは、はい、もう十月、はい。 ね、順にもう配布されるっていう話もありますけれども、伊丹市は11月の上旬から、はいはい、その予定をさせていただいております。はい、そして世帯ごとにということになっていますね。はい、はい。でもしこちらが11月末までに届かないとかいう場合はどうしたらいいんですか、ね。はい はい、その場合は、はい、あの市民課の方までお問い合わせをいただきたいと思います。<あ>じゃあ、はい、カードが届かないという場合はこちら、はいえー、市民課、はい、専用ダイヤルになりますね。零七二七八四の八一二一まではい、はいお問い合わせくださいということなんですね。はい。えそして通知カードについて不明だなという場合はですね、カード専用のコールセンターがあります。こちらマイナンバーカード専用コールセンター。 五七八年末年始を除く平日8時30分から22時そして土日祝日は9時30分から17時30分となっていますこちらにお問いい合わせくださいそしてですね、えー、先ほどもあのおっしゃいましたけれども個人番号カードが任意で作ることができるということなんですけれども柴田さん。はいはい 通知カードに同封されております申請用紙の方とパスポート用サイズの証明写真を同封しまして通知カードに同封されている封筒を使っていただいて送っていただければ、うん、個人番号カードというのは誰でも持つことごめんなさい個人番号カードって持つと何がそれでできる ということなんですか。えっと運転免許証などのように、うん、あの公的な身分証明書として利用していただけます。<ー>またあの3月以降には伊丹市の住民の方にではあのコンビニで住民票や印鑑証明などが取得できるようになります。あ、そうです。便便利に。そうですね。なるということですね。はい、あ,あそうですか。じゃそちらはどうやって受け取れば。 申請をしていただいた方に対して、うん、あの市役所からあの取り受け取りに来てください、うん、といったような郵便物を送らせていただきますので、うん、そちらが届きましたらあの通知カード紙の通知カードの方と、うんえー、本人確認をできる資料をお持ちになって、うん、市役所の方に受け取りに来ていただく形になります。うん、なるほどということでこちらが見本なんですねはい、はいはい、こちらは、えー、と上がはい 上が個人番号カードの表面になります。うん、こちらが表面。はい、はあ、そして下が裏面の。そうですね。個人番号が書いてあるということなんですけども、はい、あ、わかりやすく。はい、はい。このようなものが、えー、届くということになるんですね。はい、はい。えー、こうなるとかなり便利になってきますよね。はい、はい。ということなんですけれども、今お話いろいろ伺いましたのでですね、私あのこれから。 覚えていただきたいことをまとめてみたいと思いますまず十一月末までに通知カードが届きますのでそちらを受け取って必ず中身をご確認くださいそして先ほど申しました個人番号カードを希望される方は申請書類を揃えて返信用封筒で郵送またはこちらオンラインも はい、はい、オンラインでも申請をしてくださいということですはいそしてそのほかですねこれはご注意してくださいというようなところはありますか、はい、不審な電話や訪問に、えー、ご注意くださいあやはりありますか、はい、<laughs> ないですよね <laughs> またあの、はい、市役所の方から、うんえー、マイナンバーであったりとか、うん、口座番号についてお電話で確認するとい言ったことはございませんので、はい、ご注意ください いろいろとね、今メディアなどでもその詐欺だであるとか、そういうことは言われてますけれども、そちらから市の方から、そういうふうに公的機関からマイナンバーに関して電話をすることはないということですので、どうぞご注意いただきたいと思います。はい、そのようにマイナンバーに関して不明な点であったりとか、ありましたらですね、こちらマイナンバー制度全般、マイナンバーコールセンターにお問い合わせください。電話番号は。 零五七零二零の零一七八零五七零二零の零一七八こちら全国共通ナビダイヤルとなっております、えー、平日九時三十分から二十二時までそして同日祝日は九時三十分から十七時十七時三十分まで年末年始を除くということですけれどもこちらにお問い合わせすればいいということで。 何度も申しますけれども、11月上旬から配られます通知カード、まずは届きましたら受け取って、そして中身を必ずご確認くださいということで、よよろしいですよね、はいはい、マイナンバーに関するお知らせでししたたお二方あありりががととううごござざいいまました。